はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。いやー、胃の調子がもうやばい。まあそんなこと一回置いといて、劇獣神祭始まってるよね。これ劇獣神祭ってさ、ぶっちゃけ当たり何よ。ワルプルギスっていう人もいればさ、ナイチンゲール、ウリエルね、ダッキー。ダッキーって正直一番外れ枠なんじゃないかなって思ってるんだよね。まあ失礼かもしんないけど、一番あんの当たりなんだと思う、みんな。そう、コメント欄にぜひぜひ書いてってください。はい。で、今回はね、私何を狙うかというと、別に限定キャラクター狙いたくないんですよ。私が狙いたいのは、モンスターボックスでラック順で見てみよう。そしたらね、答えが、おのずと現れるんじゃないかなと思ってて、一番運極に近いガチャゲンが、ちょっと待って。そうそう。この3人。ベルダンディでしょ?ブラフマ。そして、マーメイドローレライ。この3人と、あとは追加でこれかハーメルンか。ここら辺狙っていきたいな。ラック90の人。ああ、もう一人いた。ナスカもいいね。はいはいはい。まあ、ここら辺90以上の人は結構もう熱いのかなと思ってて。だからね、狙うとしたらそこら辺かな。うん、そこら辺を狙っていきたいと思います。まあ、89以上か。だからヘラクレス。ベルゼブブもそうだね。もうここら辺があと2体出れば、もう2体以上っていう感じであればもう激アツなのかなと思ってて。もちろんテキーラも欲しいなと思ってるよ。じゃあ、今回は運極を狙って100連引いていきたいと思います。まず10連目。激重心祭だからみんなね。いやー、今が引くべき時だよ。全部金。頭の中の卵はシングルだろうが、10連だろうが、全部金。さあ、開幕はどんな感じか、どんな味わいなのか見せてくれ。なるほどね。てめえ久しぶりに見たな、このバッハ野郎。まずはギルガメッシュ、クシナラなどで使いますね。そしてバッハ、この人は倉庫版に使いますね。音楽の父さあ俺のことだ。はい、じゃあ20連目に行こうか。バッハもね、重心化したらワンチャンあるのかもしんないよ。なんか運営さん公認のもうお笑い枠みたいになっちゃってるからさ、どうなるのかわかんないけどね。最弱の重心化とかね、逆に面白いかもしんないね。いや、逆だな。最強になったら面白いかもな。おー、ヨウセンか。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。宮本さんじゃなくて、天草四郎。四郎。なんで四郎って。天草四郎とヨウセン。どっちも使いますね。右はアバロンでしょ。左は、蓬莱。爆鉄で使いますね。え?これ、倒爆電じゃないよね。まあいいや。行きましょう。30連目かな?はい。右。いやー、調子悪いね。1ヶ月ブルーやね。かなり悪い。さあ、どうだい?ん?不穏な空気が流れるな。おおおおおい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 、嘘だろ、あと1体じゃん。ローレライ来た。リーチかかった、リーチが。やばい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 。ちょっと落ち着け落ち着け落ち着け。まあいいや、それはいいとして、いくよ。もう1体ローレライ、マーメイドローレライ来て、お願い。あ、でも、端末を手放すと、あんまいいのは出ないって、ジンクスが最近ある。おーっと、おー、いいじゃん、アンデルセン。ベートーベン、アンデルセン。なるほど。悪くないよ。ベートーベンね。さあ、アンデルセン。なんか芸術的なガチャになりましたね、今回は。次行きましょうか。あれ、俺何十連目これ。ちょっとわかんなくなっちゃったよ。600、なんかあったよね。30連して、これ40連目ね。40連目覚えとこう。はい、ごめん、多く引いてたら。多く引いてたら許して。ひょっとしたら110円になるかもしれないし、90円になるかもしれない。ちゃんと数えとけって話なんだけど、まあ許してくださいと。マーメイドローレライもう一体出てもいいんだよ俺。別にいいんだぜ。ダメだ、爆死は。爆死はダメだよ。ちょっと流れ変えよう。一
回詳細開いて第2弾とか見ればいいか。明日はロビンフッドなのね。オッケー。じゃあ行きます。よろしいんじゃね。ストライクショット右回り。いやー出てほしいな、ヘラクレス。もうあと1体のやつも正直出てほしいね、ブラフマーとかね。おお、君は周遊か。そんなもんだね。まあまあでも爆死じゃなければ全然よしとしようか。周遊、これもね、アバロンで使えるキャラクターだね。アンチワープ、無理して使えば別にエデントでも使えるのかな。行きましょう。ストライキッショット、どうでしたろう。おー、ロビンフットじゃん。おお、なんかロビンフットはこうカッコつけてウィンクして若干照れてるみたいな、そういう感じになってるね。ロビンフットと佐々木小次郎。なんで佐々木小次郎女の子になって、名前からしても女じゃねえだろこれ。巌流島のね。行きましょう。これ気合入ってるよ。確定来ないな今回。どうした、確定が来ないとすっぺえな。チャチャね。まあ、別名クラゲ、クラゲですね。クラゲが出ました。これはもうエデンにバリバリ使えるキャラクターだね。次行こう。何回引いてるのか分かんねえな。いや確定1個欲しいな。でも確定出られるとね、逆に俺が欲しいやつ出ないっていう可能性あるからな。右回り。来い、マーメイドの狙い。もう一丁来い。ロビンフット、佐々木小次郎とかやめろよ。これはフラグじゃない。あ、何も出ないですか。なるほどね。でもロビンフット2体出てんのはでかいよ。うん、いや全然引きはいいですね今回。爆死1、2回しかないよね。これ美味しいんじゃない。右回り。マジか。多分あと10連ぐらいで終わりだよな。ただ狙ってるもの出ないな。うわー、一番使えないやつ、ベビーアークはこのどこも使えないやつですね。次ラストいきます。この子はね、見た目はいいんだけど、見た目いいでもよくわかんないか、なんかこう面白い見た目してるんだけども使うとこが一切ないという、なんか不思議なキャラだよね。の割にはなんか、あ、モンスターボックスがいっぱいですってことは100連引きましたねこれね。ただまああと1回だけ引いとくか。じゃあ余計なもん売ってビービーとか売っちゃおうかね。12体売ればまあ問題なしと。 OK、 ビービーさんさよなら、赤ちゃんバイバイしちゃった。じゃあ10連引きます。ラスト、泣いてもらってもらったぜ。ストライク、左、あーくそ、お願いします。運極したいんです。ブラフマベルダンディ、お願い。お前ら、お前らだけはダメだろ絶対に。お前らよくわかんないポジションだよ。まあ高森さん使えるけど、特にこれ器用貧乏だよこの人。どこで使うんですかこの人。待って、西郷隆盛ってどうなんだ、ラック。ちょっとこっからはね、ガチャっていうよりもラックラックタイム、ラクラクフォンって感じだね。あー65か。あ、65でしたねこの人、隆盛さん。ってことはもうこれ70になって、勇ましいな顔つきがよ。まあ混ぜちゃいましょうと。だからマーメイドローレラが正直一番俺の中で激安かなと思ってて、かなりいいよね。ローレライ91、これは熱いよ正直。これが運極になったらさ、いや今となっちゃうもう使い道ねえのか。どこで使うんだこれ。96、重心化されれば話は別。うん、ラック96になりましたね。いや狙ってるものはめっちゃ出たね。ローレライ1体だけでも出たのはでかい。うん、全然嬉しいですよ。あれ、ロビンフットは、
あ、貫通になってた。ロビンフットはラック、あ、上げてねえわ俺。ラック上げてなかった。はい。まあそんな感じかな。まあ今回の結果はね、そんなにまあ、爆死がなかったんで、個人的には当たりかなと思います。さあ、最後にもう一回言いますけども、当たりだと思うキャラクターをコメント欄に書いてください。ということで以上、ギコちゃんでした。バイバイ。